どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回はミスターチルドレンの、曲を1曲だけ語りたいと思います。くるみという曲です。こちらはですね、25枚目のシングルで、両 A 面シングルですね。手のひらとくるみで、発売になってます。くるみは2曲目の方になっておりますが、この曲好きな人多いんじゃないかなと思います。僕もかなり好きな方です。なんかグーッとくる曲ですよね。なんかうわすごいいいっていう感じもあるけど、それよりもなんかしみじみこう良さが伝わってくる曲かなと思いますが、発売されたのは2003年なんですね。2001年以降、僕はCD セールスランキングはあんまりもう気にしなくなっちゃって、もう見てないんですけど、調べたら、オリコンシングルチャート2004年の方で5位なんですね。2003年に出てるけど、発売したのが11月19日かな。なので、2004年の方に、ランキングされてるんですけど、やっぱそれなりにやっぱ売れてるんだなと。しかもその年の2位がサインなんですね。さすがミスチルって感じですけれども、くるみ、ミスチルファンだったらもう結構有名なんですけど、意味はこれから来る未来っていうのを略してくるみと、言ってます。なんかそういうこう、あ、そういう感じで来るかっていう、そのうまさっていうか、いやらしさというか、そういうとこついてくるよね桜井さんっていう、こう裏メッセージみたいなね、こう実はこういう意味なんですっていうのも、もう僕大好物なんで、ものすごくくすぐられるんですけど、だから歌詞もすごくいいですよね。出会いの数だけ別れは増える、それでも希望に胸は震える、震えるっていうね、こうかけて部分ももちろんそうですけども、なんかもうこの辺に来るとその歌詞のうまさとかがもう当たり前になってきて、桜井さんだとなんかそこまで震えないんですよね。そのおーって思うけど、桜井さんだったら全然できる技だよねっていう風に思っちゃってる部分があるんですけど、で僕全然知らなかったのは、あの2番のサビのとこって、あの掛け違いのボタンのことを言ってるんですね。そこを例えてるっていうか、くるみボタンってあるんですね。僕裁縫一切やらないから、興味ないから、あ、そこともかけてるんだくるみってちょっと思いました。最近知って、くるみボタンって、あ、だからそこをボタンの掛け違いで例えたんだなっていう。だからあらゆるところにこううまさっていうのが張り巡らされているんで、もうその度に頭が上がらない、頭が上がったことは一度もないんですけど、さすがだなという感じでございます。で、くるみといえばミュージックビデオ、すごい素敵なミュージックビデオです。見たことない人もしかしたらいるかもしれないんで、ちょっと説明しますけれども、メンバーがほとんど出てこない、桜井さんが本当の最後にちょびっと出てくるぐらいで、架空のバンド、ミスターアダルツかっていうのが、登場して、おっさんバンドなんですけど、一回捨てたそのバンドをもう一回収集して、みんなでやらないかという感じで、こう物語が進んでいくっていう、なんかね、あれがすごく曲にも合ってるし、すごくしみる、いいなって、こう好きだったことをもう一度こうみんなでやるっていう感じがすごくうまく映像として描かれていて、結構ジーンとくる、プロモになっているので、見たことない人はぜひ見てみてください。下に URL 貼っときますの で、 でくるみはタイアップがないんですよ。後に発売後にドコモのCM ソングでは使われてるみたいなんですけど、もともとはなかったノンタイアップだったんですが、その後
映画の主題歌になってるんですね。でこれアレンジが加わっていて、くるみ for the film 幸福な食卓っていうタイトルになっていて、これはあの印が後に出るんですけど、それのカップリングに収録されてるんですね。で、まあ、何が違うかっていうと、あのキーが半音下がっているのと、まあ、雰囲気もちょっと違うんですけど、そのバージョンで一応映画主題歌にはなっている。でやっぱりあのいい曲って出た後もやっぱ使われるんですよ。どうしても使いたくなるっていうか、まあ、もちろん新しいのもいいんだけど、そのために作るっていうのももちろん素晴らしいんだけども、もともとある曲を使うっていうのはやっぱりその曲歌に価値があるっていう証拠なのかなって思います。まあ、ちなみに、桜井さんはどこで言ったか覚えておりませんが、この曲が Mr.Children の原点のような気がすると語っております。そんなことを、頭の中で思い浮かべながら、聞いていただければなと思いますので、くるみ、今一度聞いてみてください。虹色音声、今回はこんな感じで終わりたいと思います。さよなら。